あ、いらっしゃい。また来たの。おかえり。ちょっとね、暇すぎて本読んでました。天才プロレスラーの生涯、猪木伝説の真相ということなんですけど、まあ、アントニオ猪木って皆さんどちらかと言いますと、元気ですかとか、123だとか、まあ、ネタ的なイメージがあると思うんですけど、まあ、実際そうではなくて、猪木さんが若い頃ですね、戦後、まあ、プロレス団体っていうのは、まあ、2団体ぐらいあったんですけど、猪木さんはその下っ端でやっていたんですけど、猪木さんが所属しているプロレス団体が自分の思い描いているようなプロレスではなかったんで、若い頃、まあ、脱退して自分で新しいプロレスを立ち上げて、まあ、今までになかったようなね、異種格闘技戦、あの有名なところで言いますとボクシング世界チャンピオンモハメド・アリ戦とかね、そういうのも含めて今までにはないどんどん新しいことに挑戦していったわけです。多分アントニオ猪木さんのプロレスっていうものは、まあ、ただ単にプロレスっていう格闘技ではなくて、いろいろ、まあ、K-1 だったり相撲だったりボクシングだったり格闘技っていろいろあると思うんですけど、その中でも一番強いのはプロレスっていうのを多分証明したかったんでしょうね。で、まあ、その業界で新しいことをどんどん進めていくっていうのは、まあ、周りからのすごい批判もあるだろうし、自分のやってることが全てパーになってしまうっていうようなリスクもいっぱいあると思うんです。で、そういう決断を今までの人生でいっぱいしていたって考えると、猪木さんの言葉はすごく重く聞こえます。見えますかね、道、この道を行けばどうなるものか。危ぶむなかれ、危ぶめば道はなし、踏み出せばその一足が道となり、迷わず行けよ、行けばわかる。ふへどうぞ。今日もなんかお腹空いてる顔してますけど、なんか食べられましたか？美味しいもの用意してますって。まずは乾杯。あー、水なら12 years 高級感のある香りがしますね。それではこちら、鶏つくねの温泉卵かけ、まあ、塩とタレがあるんですけど、まずはタレの方から。これはやばい、めっちゃうまいっすわ。いや、間違えた、サイコピー。いや、これほんと美味しい焼き鳥屋で出てくるような味ですね。続いて塩の方いってみます。紅塩と言いまして、岩塩ですね。こちらも温泉卵をしっかり絡めます。こちらの可愛い容器の紅塩を使ったんですけど、肉とかを焼いてもいいんじゃないでしょうか。本日はちょっと長居してしまいそうなんで、動画はこの辺で終わりにします。あ、元気があれば何でもできる。